私が富士山に登った時のことです。初めての富士山登山だったのですが、グループで日中から登り、夕方頃に山頂に到着、そのまま山頂の山小屋で宿泊してご来光を見るというスケジュールでした。無事に山頂に到着し、夕食を食堂で食べた後は、すぐ隣の大部屋に移動し、 細い布団で雑魚寝をすることになりました。30人弱くらいはその大部屋に寝ていたと思います。私の布団は食堂に一番近い端の場所で、しかも食堂と大部屋を遮るものはカーテン一枚だけだったので、隙間からひんやりとした空気が流れ込んできます。 私は夜になって軽い高山病のような症状も感じ、なかなか寝つけず、うんうんとうなりながら横になっていました。ふとその時、食堂の方から人がおうとしている声が聞こえてきました。ビニール袋のようなガサガサ音、そこに粘着質の液体が落ちる音。 という人のうめき声。高山病かな、と思いました。ひどくなると頭痛や吐き気に見舞われると聞くし、かわいそうにな、と思いながら、私は目をつぶったままでもその音を聞かされ続けました。しかし少し経った後、いや、おかしくないか、と思ったのです。おうとしている人は明らかに、吐きすぎなのです。 15分、いや、30分以上ずーっと吐き続けている。本当にずっと。これまずいんじゃないかと不安になりました。というか管理人の方はいないのかな下手したらドクターヘリとかで下まで運ばないといけないくらい重篤な症状なんじゃないか。そんなことを思っている間も、嘔吐する音は続いています。1時間か2時間経ったでしょうか。気づいた時には音は止んでいました。 その後も私はなかなか眠れず、そのまま朝を迎えました。目覚ましのアナウンスの後、食堂で集まっていたグループのみんなに朝の挨拶をして、なかなか眠れなくて大変だった、そんな話をすると、そのうちの一人が、俺も全然眠れなかったから、夜はほとんど食堂にいたよというので、ずっと吐いている人がいたけど大丈夫だったのかと聞きました。すると そんな人はいなかったよ。と。私と同じ部屋で寝ていた人も、自分もなかなか寝つけなかったが、そんな音は聞いていない。 はい、しょっぱな階段でした。ああ、始まったわ。はい、これはね、これもね、以前階段イベントのですね。えっと、応募で頂いていた階段になります。はい。ね、山登りに行った時のかな、体験談になりました。ねそうですね。これ最後の方にですね、え、ということで、黒川さん、ぜひ富士山で、え、真相究明をお願いします。ねという、むちゃくちゃなお願いがして。はい、ジジイさんからの、え、ですね。え、ご投稿になります。あ、そうでした。はい、ジジイさん、はですね、あの、前回のエレベーターのお話、して してくださった方でもありましてそうなの？うん、なんかいろいろ経験してらっしゃるようですねどう見た感じそうなんだ、はい、ねーなんだったんでしょうねその山小屋についての昔話っていうか、はい、世間話で言うと、うん、結構有名なのは、うん、あの、えー、遭難した登山隊4人組、うん、ないし5人組がいて、うん、大体のケース5人組だと5人目の人が亡くなってると途中で あうん、遭難する直前ぐらいか直後ぐらいかね、うん、亡くなっているとでその人の遺体を担いで臨時で山小屋に宿泊するみたいな話になってで臨時で使う山小屋なので暖を取れないわけです、うんうん、そういう時にどうしたらいいかまあ一番やっちゃいけないのは寝ることですとうん、うん、じゃあ寝ないように一晩時間を過ごす方法を考えましょうってなるわけですねそう,、うん、でそうなると4人いるってことなんで、うん、そうだと。 今この四角い部、ね、部屋屋、ね、屋山小屋の部屋、はい、四隅に1人ずつ立って夜が明けるまで直線上に歩いたっていったもう片方の隅の人の肩を叩いて回る、うん、起きてるか起きてるかを続けていこうと、うん、こうすれば4人で一緒に回せるだろうと、うん、これを繰り返していけばいずれ、ね、朝が来てなんとか僕たち帰れるんじゃないかということでやってみるわけですね。そうですよね で、えー、や、実際にやってみると、ま、あ実際朝が来て、なんとか助かることができた。ところが、後に振り返ってみると、この儀式4人じゃ成立しないと。そうなんですよ。すよ4点プラス動いてる1点がないといけない。からいといけないっていう。そう。4人じゃない,い,ない算数の問題だったわけです、うん、<laughs> 点 P の存在なくしては、<laughs> そうですね。助からなかったんですよ。<laughs> で、後々、あれはもしかしたら、うん、俺が最後の叩いた、俺が叩いた肩は、俺を叩いた手は何だったんだろう、うん、みたいな。 お話になる。そうだね。ただな山小屋の話だと多いですけど、それあのラバーガールの尾みさんがやってたからね。そうなんですね。そのお化け側に立って話したり、その幻の鬼人目をみさんが自分で。なんかその話聞いてさ、あの周りのね、あのイルガクトカフェのスタッフさんとかと話してるさ、みんな見ててさ、俺が悪いみたいな。見てない、俺が非常ょうみたいな感じになったけど。みたいですね。僕もで見ました。見ました。見ました。そう。 あるよね、いやそれはなんか山小屋でよく聞く話ですね。よく実際に俺が経験したんだっつって話されるタイプのお話でもあって、うん、でかつねこれ分布が全国的というか全世界的に分布があるらしくて今ちょうどね「世間話研究」っていう雑誌を持ってきてるんではい、はい、そっちちょっと見てみます。今手元に世間話研究が4冊あります、うん、えっとこれだ2021年3月号ですね。 第通関第28号「5人目は誰?」の日普通「うん、悪魔と隅の婆様。さ5人目は誰ね、うん、まさに <laughs> そうまたフランスですよフランスの事例がどうも載っているらしいですねうんうんうん,うん,うん、うん、これが僕らの知ってるやつだね山小屋の会そうだねそうかその5人目っていうことで山小屋じゃないパターンもあるみたいなこと、うん いやまあ、山小屋の話なんじゃないかな基本的に,あ基本的に日本では語られるときは。うん、基本山と遭難がセットですよね。ああ、そうだね、うん。都市伝説スクエアっていう。お<ー>、うん。あの、なんていうんだ。くくりで語られるようですね。スクエアね。スクエア。やっぱなんかお話として、なんていうのうん。後から考えるとわかるから。あ 意味が分かると怖い話系の話だよね、これ、要はね。それは、なんか、なんて言うんだろう。まあ、実際やるかどうかは別にして、うまいよなって,思って、ねうん。そう、よくできてるようなと思いますね。うんうん、まあ、ちょっと、パッと出てこなかったんで、こういう本も、こういうのもありますよ。世間話研究、ね。はい、世間話研究にある、えー、長野明子さんかな、の論考に、5人目は誰の西仏っていうのがあります。うん まあそんなふうにえ今なんとなく話した階段ですけれども、うん、え意外と民族学的に取り扱われてたりしてるとそうだねで今回寄せてもらった階段はまたちょっと異質でしたねずっと吐き続けそうだねずっと吐き続けたってやつだからなんか,なんかあったんですかねねえいないんでしょいないっていうかその聞いてないんでしょ、うん、この人はそんなのうんどうしちゃったんだろう何があったんでしょうねまあよく分かんないですけど でも山に入っった人はいいろんな経験すするって言いますよね家、うんあのー、山と警谷者から出てる三階っていう本があります。うん、三階シリーズ大人気で、うん、1, 1、2、3巻、1、2、3シリーズ出て、うん、普通にプラス赤っていうのが出て、うんうん、赤。赤、あのー、もう大人気で、うん、全4冊、しかもいずれも文庫化されているっていうぐらいの売れ行きを見せている本があるんですけど、まあ、それなんかでも、要は、割と現代、最近の話。 うん、最近山に入って仕事してる人とかまたの人とかが体験した、えー、怖い話山の中で、えー、と望遠鏡を使って作業してたらなんか嫌な予感がしてパッと見てみたら山の稜線の方からその絶対そこにいるはずのない白い服着た髪の長い女が、うん、なんか変な姿勢でこっちに向かって歩いてくるてのが見えて、うん、もうみんなで逃げ出したみたいな話とかがその。 昔こういうことがありましたとか誰かから聞いたじゃなくて本人が体験したっていうので語られるっていう何、うん、とも嫌な話がまとまってたりとかまあでも意外とそのタヌキに化かされてうん、うん、あのドブで泳いでたみたいな話とかも結構あったりする <laughs>、うん、からまあ読んでみるのおすすめですね3回は意外とフランクには読めないでまあ裏社は絶対読まないだろうけどね絶対今ここの場に座り続けられてることが奇跡だからね <laughs> <laughs> リスナー名ゆる美食学徒梅さん<う>いただきますからごちそうさままで食 <laughs> のニュース <laughs> <laughs> やめろよもう分かってねえなこの人本当にもう最初からやろうライオンじゃん <laughs> 本当だよな, <laughs> だよな <laughs> リスナー名ゆる美食学徒梅さん いただきますからごちそうさままで食のリベラルアーツをゆるく雑談していくゆる美食学ラジオの梅さんですこの旅はホラーの実体験というわけで残念ながら現実のお話はそんなに面白くもないものですが何か話題の足しんでもなればと思い筆を取らせていただきましたさて僕が体験した怖いお話ですが一人暮らしをしていた20代の頃 月3万円のボロアパートに住んでいました当時の僕はホラーゲームやホラー映画を深夜に楽しむという趣味を持っていましたその日も「ゼロ」というホラーゲームを深夜に一人楽しんではヒーハーと声を上げて恐怖に震え上がっておりましたゲームの中でカメラのファインダーを覗きながら赤く光るモヤを撃射して心霊現象を退治していくという独特のゲーム体験に没頭しており 時間を忘れ、深夜3時を過ぎたあたり、凍えるようなゲーム体験のさなか、突然、幽霊の真っ赤な手が手首を掴んできて、ギャーッと演出にびっくりして声を上げました。すると、隣の部屋から、ドン、ドン、と、白い壁を叩く音が、さすがに夜分遅い時間に大声を出しすぎたかと反省しました。 一人暮らしの自由人だからと言って、隣人の安寧を邪魔するのは申し訳ない。壁ドンされたのは初めてのことだから、ここはおとなしく寝て、明日、早めに仕事を終えてゲームの続きをしようと思い、毛布に顔を押し当てました。次の日の仕事帰り、帰宅途中の車内で一人、昨夜のゲームのことを思い出していました。しかし不思議です。今までどんなに友人を招いて、 どんちゃん騒ぎを明け方まで騒ぎ散らかしてきたけれども、苦情の一つも起きなかったのに。なぜ昨夜は壁ドンされたんだろう角部屋に住んでいたのは隣人一人だけ。確か耳の不自由なお年を召した男性。耳が不自由なのになぜ昨晩はそんなことを考えていたら家の前に赤い光がちらちら。 いつも止めている駐車場にパトカーが数台止まっていました。何かあったんですかそう聞くと、こんな風な答えが返ってきました。このマンションの人昨日、死亡事故があったそうなんだ。そうか、それはお悔やみを、と車を降りて、僕は若い警察官と話しました。 どうやら僕の住んでいるアパートで人が亡くなったようです。どちらの方にご不幸があったんですか ?202 号室です。何でも心不全になったとかで、身寄りもないので発見が遅れたそうです。そうですか。隣の部屋の方がて住んで、残念です。ああ、201にお住まいの方ですね。おとといの晩は何をしていましたか 普通にゲームして寝てました。そうですか。何かありましたらご連絡するかもしれませんので、よろしければこちらにご記入を。そう言って、一枚の紙を突き出されました。ふと目をやると、二階に続く階段を黒いビニール袋を抱えた警察三人が慎重に降りていきます。きっと警察の形式的なやりとりだろう。 連絡先を記入して、私は自宅に戻りました。自宅に戻り、改めて壁の方を見て、そうか、この部屋の隣でか。心が沈んでいくのを感じました。とはいえゲームの続きが気になります。グラスにコーラを入れて、コントローラーを握り、ゲームの世界へと戻っていきました。 そういえば昨日はこの場面で壁ドンがあったんだったな。すると脳裏にふと不吉なイメージが浮かび上がってきました。耳の不自由な老人がなぜ壁を叩いたんだろう。死の間際になぜ急にもしかしたら昨日の壁ドンは、助けてくれ、と壁を叩く音だったのかもしれません。 実はなんてこんなもんです。あまりに怖い話ではなかったかもしれません。長文多分申し訳ありません。今後は、ゆる民族学ラジオとゆる学トカフェのご発達、ご栄達、ご活躍をお祈りしております。ゆる学トハウスベッカーもよろしくお願いします。後日、警察の話では僕は死体と一晩壁を挟んで共に過ごしていたそうです。今考えるとゾッとしますね。では、ごきげんよう。いや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 、という話でしたね。<laughs> <laughs> ねえ。 あるるもんですねね、えー、なるほど、ね、まあ確かになんかうん、うん、その説明がつかない不思議とかそういうことではないのかもしれないけれども、ねねうんうん、はっきりしてるね理由はね、うん、でもまあい僕のその見解というか、うん、あのいつも思っている都市においての恐怖って何だろうっていうのを考え,て考えることがしばしばあって都市においての恐怖田舎とか もともとの恐怖の対象って暗闇だったと思うんですよ。はいはい,はいはいはい。森であったり、道であったり、そうね、角であったり、うん、隙間であったりって。やっぱ怖いじゃないですか。怖い、ね。僕はできるだけドアなり扉なりは全て閉めてしまいたいぐらいの気持ちで生きてるんですけど、結果っ,って嫌なんですよね。何かがいてもおかしくないから嫌だなって思うわけなんですけど。うん 都市において光に溢れてる都市において、うん、何が一番怖いのかなっていうことを考えていたこととか、うん、留学とカフェにいらっしゃってるお客さんと話したことがあったんですよ。なんで都市には妖怪が出ないのかみたいな話の延長でね。実際はまあいるにはいるし語られるんですけど、うん、それはそのいわゆる妖怪とのイメージとは乖離していると。うん、じゃあ都会に住んでる人たちにとって一番怖いのって何だろう 何どういったものに恐怖を感じるのか、うん、その象徴的なものって何だろうかってなった時に僕が思うのは隣の部屋だと思うんですよ壁の向こうってこと、ね、壁の向こう側、はあ、ここだってそう雑居ビルもそう、うん、雑居ビルの上の階と下の階って表示されている、うんね、何々点みたいに何階何々点みたいな階ってあるけども、うん、あれがどこまで信用できるかなんて一つも想像つかないし、ね、実際に見たわけじゃないからね,ね、うん、で階段で登っていって実際ならともかく例えばエレベーターで上がったとしましょう 前も浦島君と話してた時に言ったんだけど、うん、僕はエレベーターを信用してないんですよ。<laughs> らしいっす、うん。エレベーターが <laughs>、うん、周りの何も見えない状況でただ表示されてる電光掲示板というか、うん、表示だけが、ね、そう自分の居場所を今 世界で教えててくれている、うん、でもこれは本当に信用できるかの思ってないしそのなんかちょっとなんか内臓がねある感じが,り上がりしてなんか移動してるのかなあかんだけどそんなもんなんていくらでもねごまかせるような気もするしだから誰も観測できてないところで僕だけが。 今世界の外側に放り出されている感覚んうん、うん、そこから本当に目当ての場所に接続されてるなんてこれっぽっちも戻らないわけなんですよ。それを信じられる方が私はすごいなと思うわけです。<laughs> <laughs> だからエレベーターって気持ち悪いんですけどうん、うん、それと一緒で隣の空間って一番その一つところにいろんな人が住んでいる中で一番見えなくてでも本当は知っていなきゃいけない環境で、うん、でもそれは取得することを権利<ー>人が持っているっていうのは。 ものすごいい気持ち悪いことだなって思うわけですだから今みたいな話聞くとやっぱ隣の部屋にあるその自分の知らなかった、まあ、かつそれが干渉してきているっていうこの場合でていっていうのは今ならではの。 ものなんじゃないかなってすごく思いますね。私の二時二時半理論もそんな感じする、うん。そうだよね、そんな感じだよね。自分のいる部屋以外に行ってはいけないっていう、出てはいけないっていうルールなんです、うん、とか。うか、ん、壁の向こう側は、そう、う不干渉であるってい。そう,そうそうそう。そないるかもしれないから。こうですよね。う,だねうん。 だから行ったらあっちからドアノックされるようなもんですよね浦下君の生活ああ終わった。もうダメ。終わった。もうダメ。ダメポ。そうなったらどうするんですかそうなったらどうしようないやだって約束してたのにね約束してたのに困ったら一方的とはいえねあそうだね一方的な約束なんだけど困ったな契約の更新かもしれないそうですね。 はい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 って言うしかないかも。<laughs> そうそう、6年になりますんで、みたいなこと言ってる。<laughs> 鹿児島県枕崎市からです。これは、霊感があった私の父が語ってくれた、とある夏のお話です。その頃は、一つの部屋に家族揃って布団を並べて寝ていたようで、父は姉の隣で寝ていました。 その日もいつものように眠りについていたのですが、ふと、声が聞こえることに気がつき、目が覚めました。その声はいろんな方向から聞こえ、どうやら自分たちの周りを取り囲むように話しているようです。声たちにバレないよう、うっすらと目を開けると、自分たちの周りに白い、 うっすらとした影が並んでいました。目が慣れてくるとそこには白い服を着た人々が浮かび上がってきます。そして耳もだんだんと話し声が聞き取れるようになってきました。恋は大けねえ。恋はの息子のおっさんじゃなかけ。 なあ、じゃあ、今後らは、の孫け。そう言って人影たちは、父たちの顔を覗き込んでいきました。父は、隣に寝る姉に声をかけました。姉ちゃん、これ何姉は答えます。 毎年のことだから気にしない方がいいよ季節はちょうどお盆毎年親戚たちがやってきて子孫たちの顔を見に来ていたようです霊感のあった父は妻、かっこ私の母と死別した際にもしかしたらお盆に会えるのかなと思っていたそうなのですがそれっきり 霊感がなくなってしまったそうです。はい。んうん。お盆のお話でしたね。なるほど。なんか怖いってよりかはちょっとね、ハートフルよりでした。ハートフルよりで、ね。<laughs> ハートフルよりでした。<laughs> <laughs> 構えていたんで。相当語られない力が入っていたようですね。あ<の>あ<ー>。でも毎年のことなんだ。ね。すごくないそれ。ね。すごいよね。ってか嫌だよね。 普通にあ、うん。<laughs> <laughs> あうん。ねい嫌ではあるんだけど。まあね知り合いだとはいえ。うん。いいっすね、この方言が入ってるの好きだですね。これは誰ですかねっこれはどこどこの息子のおっさんじゃなかけ <Okay> これはどこどこの息子の奥さんじゃないかうん。おっさんって奥さん。<ー>おっさん、おっさんじゃなくておっさん。さんじゃあ、この子らは、ほにゃほにゃの孫け。じゃあ、この子たちは誰々の孫かって。いいですね。やっぱ方言で喋るんですね。 そうだね。亡くなった方は。その土地の親戚なんでしょう。うん。いいですね。へえ。なんかこの話聞くとさ、うん、なんかやり取りができたらいいのになって思うのにね。あ思うね。そうそう。だからコミュニケーションが取れないのが怖いじゃないですか。怖<い>基本的には。うん、そう。それはわかるな。そうなんだよね。じゃあもうサクサクいきますか。実は結構お話がありますので、ええ。全然僕のしょうもない解説は入れないんで。 あちなみにですね、あの、コマコイヌさんからも、いただいております。<う>コマコイヌさんといえば、公開収録の際にオチに使わせていただいたというか、うん、はい。確かにですね、おなじみの、小学生、当時小学生だととても思えない。うん、これ、あれだな、開業がなされてないのですごく読みづらい。<laughs> 読みづらいそうです。<laughs> どうやって読んだらいいんだ、ここ,こか。 静岡県浜松市、えー、天竜区佐久間町、かっこ大市区、かっこ福沢山場。めっちゃ詳細に書いてくれますね,ね。そうですね。さすがですね。意識が高いです。民族学です。今回も長いです。拙い文章ですみません。山に住んでいる妖怪山バのお話です。事態は中世の南北町にまで遡ります。福沢の里に山バが住んでいるという噂があった。しかしその老婆は、 村人にとっては優しいおばあさんで、旗織りから子守りまでしてくれるので大助かりだった。ところが、そのうち牛や馬や人間の生き血を吸ったり、子供に危害を加えたりするようになったため退治することになった。山んばがよく通っていた山郷の里に遊びに来たときのこと。好物のそば団子にこっそり赤く焼いた石を入れ、もてなした。 食べるとたちまち腹の中が熱くなり苦しみもがいた水を欲しがったため代わりに油を差し出すとそうとは知らずに一気に飲んだ火に油が注がれこらえきれずに転げ回ったヤマンバは天竜川に身を投げたというちなみにヤマンバといえば柳田邦男さんのヤマンバ気分その元になったのがこの話の舞台になった天竜の国学者内山神竜の書いた近江国土記だそうです などなど、えー、いろいろ書いてくださいましたね。実体験というよりは、うん、<laughs> 実体験というよりは、うんえ、こういう話聞いたよっていうふうに寄せてくれた。なるほど。うん 最後にやっぱり長くなっちゃった。可愛い犬って書いてありますね。可愛いですね。もうあの癒しっていう点だけでもう採用です。そうですね。うん。四万万ついての話は出てこない。南北調って言ってうんってなったね。なったね。そうそうそう。いやいいんです。いいですね。いいですおまく犬さんはそのまま生きてください。可愛いですね。そうあの我々の和みになってますね。押していこう。押されてんのよ。 じゃあ、もうそろなくなってきたので、最後一つしときましょうか。はい、え富山県からご投稿。母の体験談です。これは、母が父と結婚し、父の家に嫁いできてから、しばらくしての話です。父の家は、山あの村にある一軒家で、家の裏手は、ちょっとした崖になっていて、 崖の下には川が流れていました。ある日、母が2階にある夫婦の部屋で昼寝をしていた時に夢を見たそうです。どこからか。今、下の川にいるよ、と声がしたそうです。しばらくするとまた声がします。 今、崖を登っているよ。今、家の外にいるよ。今、階段にいるよ。よく階段話で聞くような話です。徐々に何者かが近づいてきている。でも、不思議と母は怖くなかったそうです。今、部屋の前にいるよ。 今、隣にいるよ。今、手を握るよ。と言われた瞬間、ギュッと、右手を強く握られた感触がして、母は驚いて飛び起きました。起きてあたりを見渡しても、特に変わった様子もなく、ただ、右手がジンジンと痺れていたそうです。自分の体で手を下敷きにしていたから痺れたとか、 そういうことではなかったようです。母は昼寝から起きた後も、変な夢だったな、と思いこそすれ、普段通り過ごしていたそうなのですが、しばらくして、母の妊娠がわかりました。母は妊娠がわかった瞬間、はっとあの夢を思い出し、 夢の中で手を握ったのは、お腹の中にいるこの子だと、直感で思ったそうです。そのお腹の中の子が私です。○○ちゃんがママのお腹の中に来てくれたのを教えてくれたんだね。母はこの話を私にしながら、嬉しそうにそう言いました。 私は自分の出自の秘密を知ってしまったような、ちょっと複雑な気持ちを抱きましたが、母がそれで納得しているなら、まあいいか、と思うことにしました。はい。ふぅ<う>。危、えー、ねー途中までちょっと怖かったね。危 <laughs> ねー途中まで怖かったね。 だよ本当に私はねいろいろ送って来てくださった話の中だとこの話一番虫っぽくて好きですそうなんか雰囲気空気感がすごいいいなと思ってちょっと秘蔵してあったのとあとは順番的に後ろの方だったのでそうですかそうですかこれいいなでね余談なんですけどっていうんで漫画「陰陽師岡野玲子さんの」 お名字を読んだことありますか登場、えー、人物が妊娠していることが分かる回があるのですが、うん、赤子が私の右手を握ってくるとのセリフがあります。うん、これを読んだ時に私は母を夢の中で母の夢の中で手を握ったのは私だったのかもなとなんだか納得してしまいましたと。で岡野さんが描かれたその描写が何か裏付けがあるものなのかは分かりませんが子供と川右手を握るなど民族革的に何か類似したお話があればお聞きしてみたいですというね。 意見もい,ただいてますへ<ー>子供と川だともうどうしても僕は三途の川のイメージのがやっぱ三途の川で石を積み直すっていうねイメージがあって、うん、なんとなくそっちが出てきちゃうんですけど右手を握る,を握るうん、ちょっとわかんないよね<れ>その、うん、なんかよくさその映像 作品とか小説の描写とかで子供に指を握らせるっていうのはさあの反射で反射でっていうのはさ、うん、よくさその描かれるじゃないですかです、ね、なんとなく赤ちゃんのそ,、ね、その生生きている感じのモチーフとしてうん、うん、なんとなく取り沙汰されて大体そこでその親心みたいなのがファッと芽生えてくるてそうですねような描写で使われますけど力強さを感じるとかねなんかそういうい 文脈、そういう新しい文脈の上にあるのかななんて僕はどっちかっていうと思うかな。その、うんで、逆に言うともともと文芸とか、うん、そういうもので、えー、描写されていたもの、はいえー、記号的なもの、うん、握るという行為とかと赤ちゃん、うん、っていうのがその今やっと日本人の心理にまで食い込んできてる。 ほほほほうほうほうと私はどどっっっちかって思ったなるほど、うん、あまりにそ,それが浸透してからこそこういうふ,、うん、ふうな体験というか記憶というか。かになってくるのかなって逆に聞きなじみがないからね。なるほど、うん、川と子供はさっきも言ったけど三途の川はい、はい、のイメージもあるからそのなんとなく川に子供がいることとかっていうのは。 納得いく、まあとね死産のことを流れるっていう風に表現したり、うん、亡くなった女性を、えー、と弔う時にちょっと特別な流れ感情とかっていう<ー>そう的なことをするんですよ昔からうん、うん、詳しく覚えてないんですけど木の棒を4本立てて四隅を平、えー、正方形の紙を結び合わせて、うん、でその間に模様かなんかを描くんですよ真ん中に、うん、そこに通りがかりの人に川から汲んだひしの水 をかけてもらって、この模様が切れるまでとか。なるほど、その布が切れるまではやってもらうで、これが切れて破れた時が成仏できた証です。っていうような要はだから、子供をこの世に残して亡くなっちゃった。女性のその心の残り方、源泉、うん、の残り方っていうのはしばしばそういう風に。かなり面倒で時間のかかる。手順を踏まないといなくならないっていうの。うん とえ並行して川の地上そばで行われるとか川の中で行われるっていうのが結構ある話だから出産母体子供っていうのと川っていうのは結構結びつきは強いイメージですね。産めもそうですけど。うんうん、だからまあもしかしたら何らか裏付けできる話があるのかなというのは思いはします。だから、うん、ねそのまあいい話じゃいい話っぽくも聞こえるんで。うんうん なんでそういう風な近づき方をしてきたかな、ね、<laughs> 問題はアプローチが問題なのね。そこだけよ。メイさん式アプローチがいるせ本当にもう怖かったんだから <laughs>、まあ。崖よじ登ってくるのはだいぶ怖かった、ね。そう、よじ登ってきた時に。ああ、終わったと思ったんだな、ら。今崖の外にいるよってね。そうですね。ちょっとね。ちょっと怖いですよね。まあ僕としてはかなりこのなんか、なんだろう。 やっぱり落ちまで含めると、いい話だと思います。それはそう思います。現代民話って感じがして、すごくいいなっていうふうには思いますね。こういう話いいよな。なんかさ、子供が生まれるとかさ、逆に人が死ぬってさ、言ったら自然に置いた大したことじゃないんだけど、でも個人に置いては強烈な、人生の中で強烈な出来事になるわけじゃないですか。そこに際してあった些細な出来事って、 何かに書き留めておいくとか、うん、ちょっと意識的に記憶しておくだけでなんだろうこうそこに自分を培ってきた文化的な背景みたいなものとか、うん、自分の真の部分っていうものがなんとなく見えるんじゃないかなってこういう実体験系の会談を聞いてると、ね、読んでいるとやっぱしばしばば思思うなと思いますねやっぱそうだな俺もその初めて葬式に出た時とかなんか。うん だろう、別に不思議な体験俺はしてないけどちょっとそういった命とかに対する考えって若干深まるじゃない考えざるを得ないみたいな負荷になるよねそういった時にねなんかふと「あれって」とかなんかそういう体験をするとやっぱりねそうなんか大したことじゃないとかまあそういうこともあるだろうってやるんじゃなくて自分の中で一回再構成してみて意味付けを行ってみるって 多分昔の人はやってたんだけど、うん、今の人たち忙しくて多分やってないんだと思うんだよね。うん、そうね。うん。うん、だからあえてそこで、そこで、その悲しみに浸るではなくて、うん、自分の中で状況の再解釈と再構築。うん、まあ今のこの葬式の話限定で言いましたけど、うん、今度は出産の場ですよね。いろんな興奮とか、いろんなうまくいかなさとか、まあ、恐怖心とかあると思うけど、後に振り返ってみると、あんなことあったなっていうのは、 まあ語れるようにしておくっていうのは、うん、うこの方ちょっとあの恥ずかしかったというかうん、うん、なんかちょっと悪いもの見ちゃったなみたいな気持ちになったみたいなことをおっしゃってましたけど確実にそのなんか人と人とのの間にににあるるかかけがえのなななないいいい財産になるんじゃうは思ますね、うん、だからいろんな人の階段一つとってもその後のその人の人生にやっぱり影響を与えている側面が多いようなので是非是非今後もね階段の方は募集していきたいと思いますね。そうですね はい。もう、浦下くんが恐怖するだけです。浦下くんが聞き手として疲弊していくだけなんですけど。マジで、この、この瞬間って、なんか、はーってなるんですよ。はーってなってるもんね。そうそうそう。ごめんね。ごめんね。でも僕、こういうのが大好きなんですよ。いや、でも、だってな、あの、面白いって言ってるのかわかんないけど、うん。あの、平田くんと面白いんで。ええですよね。興味深い。そうそうそう。 まあそんな皆さんの人生観こもった実体験、うんえー、の実話会談ですね。はい、の方あのこれからも大ず募集していきますので、うん、あの浦下君を是非怖がらせたいと思う方に。<laughs> はい ぜひ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 あのーね、ご応募というかご投稿いただけると。うで文体とかも含めてねそうですねさっきの,あの近づいてき方ト高いですけど。まあまあ角に脚色する必要はないんですけど <laughs> そうで,す、ねそうですね、フィクションにする必要もないんですけどそこ、あのー、から先は僕話し方で工夫しますんで、うん、ちょっとさ、うん 書いてないけど足したりしたしてるよね気づいたでしょそうそうそうちょっとねあのや <laughs> いやでも <laughs> 情報を増やしたりしてないから語り口をかけてるだけですから、うん、そうなんであの皆さんぜひぜひご投稿いただけると助かります、はい、お待ちしておりますはいそれでは、えー、今回のゆるみんずかガラチはここら辺で終了したいと思いますはいありがとうございましたありがとうございました。